今回は機動戦士ガンダム水星の魔女第21話の視聴者の反応集です。機動エレベーター掌握される展開は来るのかな。シュバルゼッテで前降りる剣ルート消えたか。リリッケちゃん痩せた。今までのガンダムって結局最後はボスの企みが失敗して終わりばっかりだったけど、水星はクワイエットゼロ成功して超人エリクト爆誕して終わりそう。残り4話でシュバルゼッテがバカ売れするような活躍があるんだろうか。それだけが気がかりだ。ラウダはどうせラストバトルにスレッタに八つ当たりで突っかかってきてグエルが抑える形で離脱でしょ。ラウダの怒りの矛先はミオリネに向かうのかわら。随分わかりやすくなったな。キャリバーン楽しみ。ラスボスが主人公機とか新しいな。次回、ラウダ覚醒？最後まで話の邪魔すんのかよ、ジェタークエー。ラウダ復讐相手変えてきたわら。スレッタはスルーされた。仮面ラスボスなら構図としてこうなるもんな。ベトラちゃん生きててよかったと思ったら今度はお前かよ。シュバルゼッテはラウダか。グエルが今度こそ殺さずに止める展開かな。ラウダ VS グエルかと思ったけど、グエルの乗る機体がないからやっぱりスレッタのキャリバーンと戦うのかな。やっぱガンダムはシャーメット被ってるやつがラスボスよな。キャリバーンってバナディース事変で製造された機体だろ。大丈夫か。シュバルゼッテはやっぱ闇落ちラウダだったか。ラウダからすればミオリネが総裁選に立候補してからめちゃくちゃになったから矛先が向いてしまった感じか。ラウダこれ以上話ややこしくすんな。4号の話やっとかよ。キャリバーンのデータストームを5号が全て受け止めればスレッタは影響受けずにエアリアルみたいに無双できるんじゃねえかな。5号は死ぬだろうけど。兄さんは恨めない。いろいろ助けてくれたタヌキも恨めない。でも全部飲み込めるほど強くない。ということでミオリネかよ、かわいそう。キャリバーンはパッと見エアリアル回収型のリデコみたいな感じに見える。クワイエットゼロ完成してたのかよ。最後はスレミオでラブラブキャリバーンしてくれ。ミオリネってそんなに責任感じるとこあるか。プロスペラの狙いに気づかずに手を組んだことがダメってことなの。ガチのマジでシャディク絡みは終わったんだな。案の定おばさんたちの規定路線でシャディクは泳がされてたか。シュート目のせいでどんどん重くなっていくミオリネの罪が草なんじゃけど。ベトラ生きててよかった。ただそれだけが救い。機械連合ボット出てきてパッと壊滅したな。あの水星女っていうのかと思ったらミオリネで草。ラウダ君さあ矛先間違ってるよ。まあ正直シュバルゼッテに乗ってもラウダは雑魚だけどな。キャリバーンとかいうのが5号とスレッタで2人乗りしそう。4号のことをまだ好きだったんだな、スレッタ。かわいい。ついに大詰めきたな。お母さん大量殺戮したな。もう説得とかいう段階じゃないやん。シャディクはやりきって満足感あるな。勝ち逃げだ。ラウダの逆恨みマジで草。5号の行きたいところって乗れ、あの風景の場所か。つか根本的な問題としてガンダムは子供しか乗れないみたいな設定出てるわけでもないのに、なんでホルドも議会連合も子供乗せようとすんの。スレッタに依頼する理由なくね。キャリバーンはデータストームのフィルターがついてないのか。普通の人が乗ったら即死するガンダムだな。予想通り議会連合はプロスペラのかませだったなわら。来週ラウダを適当にいなして残り2周でケリをつけるのか。その間にエランがババアたちに引導を渡して完結かな。つーか、はしょりすぎてクワイエットゼロの要塞がどっから出てきたのかわからぬ。シャディクがあるがやったのって総帥誘拐ぐらいだろ。懲役10年ぐらいちゃうんか。クワイエットゼロが全く平和的な手段じゃなかった件についてはら。体育座り状態のミオリネと闇落ちまったなしのラウダはヤバいな。ラストに向けての不安定要素はこれらか。スレッタの次の相手がシュバルゼッテより全然ヤバそうなバナディース機関性。データストーム対策ゼロで初号機的なあれとかスレッタ死なない？大丈夫？はい。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。